てみた。昨日までと違った、自分の足音がどこか嬉しくて、あってもなく隣の町まで、何も考えずしばらく歩いて、こんなことも最近はしてなかったなってぼんやり思った。舗装された道を選んで歩いてゆくだけ、そんな日々だけどもうやめたいんだ、今日はそんな気がしてる。夢見てた未来はそれほど離れちゃいない、また一歩次の一歩、足音を踏み鳴らせ、時には明かりのない寂しい夜が来たって、 Yeah、 この足音を聞いてる誰かがきっといる。疲れて歩けないなら立ち止まってしかみついていれば、地球は回っていってきっといい方向へ僕らを運んでくれ。どんな人にだって心折れそうな日はある。もうダメだって思えてきても大丈夫、もっと強くなってゆける。今という時代は言うほど悪くはない、また一歩次の一歩、靴ひも結び直して喜びを分かち合い、弱さを補い合い、 Yeah、 大切な誰かと歩いて行けるなら、もう怖がないで、ひるまないで、失敗なんかしたって見てた未来はそれほど離れちゃいない、また一歩次の一歩、足音を踏み鳴らせ、例えば雨雲が目の前を覆ったって、 Yeah、 また日差しを探して歩き出そう、時には明かりの孤独な夜が来たって、 Yeah、 この足音を聞いてる誰かがきっといる。